曇り空の下、京都レース場芝 1600URA ファイナルズ決勝、18人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのは待機シャトル1番人気です。続く2番人気は TM オペラ王、注目のグランプリ馬娘エルコンドルパサー、8枠16番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはニホノブルボン、11番待機シャトル、期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル、ニホノブルボン快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはニホノブルボン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番庭師に離れて待機シャトル、ハッピーミーク続いている。すぐに続いてエルコンドルパサー、7番並びかけてきたフィシオノゾン、並んでくる18番追走、そのうち並んでオグリキャップ内をついて2番1馬身離れて AM オペラ王、外目をついて17番内を回ります。10番1馬身離れて9番12番並びかけてきた、さらに1 5番後方2番手にスペシャルウィーク、4番最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭行きます。ニホノブルボン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。先頭は宮田様が、これは直線勝負になるか。まだ1馬身以上の差があると。ここからだ、行ってもって。400を切りました。最後のコーナー、先陣を切ったのはニホノブルボン、エルコンドルパサー抜け出した。エルコンドルパサー、負けられない、負けられないと。残り200、エルコンドルパサー引き離せる。エルコンドルパサーリードは5馬身。これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。エルコンドルパサー URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着ニホノブルボン、3着はオグリキャップ。はいっと、優勝快勝に圧勝。Thank you.